台湾の新型潜水艦が建造される中、F-16 戦闘機の導入も順調に進んでいる。そんな中、建造中の潜水艦に少し遅延が出始めている。今回は台湾潜水艦建造と F-16 戦闘機導入を詳しく見ていきます。中国も台湾を本気で取りに来ていますし、米国がこれほど本気だとも気づかなった感じです。香港問題とウイグル問題が招いた結果です。中国は世界から非難されるべきです。国連は何を？2021年10月初旬以降、それまで常態化していた多数の中国軍機による台湾の防空識別圏への侵入は報告されなくなり、中国側が何らかの戦略の見直しを行っているのではないかとも思えるほどの静かさが漂っている。1日の件数としては、過去最大の規模だった10月4日には、台湾の東沙諸島周辺の防空識別圏に中国軍の J-16 戦闘旗や H-6 爆撃機等が相次いで飛来しており、その延べ機数は56機にも達し台湾側の緊張は高まっていた。こうした状況下で今月11月18日には台湾待望の戦闘機であり、アメリカからの輸出が決定されていたF-16 ファイティングファルコンの最新型である V 型の配備が始まり、同機を運用する新たな部隊も新設された。台湾はアメリカから新規でこの F-16V 型を66機新規調達することと合わせて、従来から保有していた初期型の F-16 の全141機を V 型の仕様にアップグレードする対応を進めており、対中国を見据えた航空戦力の強化を推進中だ。ただし、F-16 の中では最新鋭である V 型とはいえ、機体そのものは、第4世代戦闘機がベースであることは変わらず、レーダーセンサ等のアビオニクス面での強化はありつつも、中国軍の J-20 等の、いわゆる第5世代戦闘機への劣勢は否めない。このため、本来であれば、台湾としても第5世代戦闘機である F-35 ライトニング 2A 型の入手を志向していると思われるが、中国をいたずらに刺激することや、最新鋭機を斡旋することで、軍事機密漏洩を危惧するアメリカの思惑もあり難しいようだ。このあたりの微妙で政治的なアメリカの思惑は、基本線としては台湾への支援を行いつつも、全面的に中国との対峙を回避し続けてきたという矛盾の最たる部分と言えそうで、できるだけ穏便な現状維持を図っているようにも見える。アメリカだけでなく日本等の周辺国もこうした事情は同様であり、突き詰めていくと台湾自身も自らを主権国家だと公言した場合、中国にむしろ軍事侵攻の口実を与えてしまう可能性があり、非常に難しい舵取りの渦中にあると言えよう。しかし、中国が、もし、仮に軍事侵攻を行おうとした場合、台湾との間は、わずか、160km ほどの距離の台湾海峡が隔てるのみだが、この海峡を通じて、中国軍は上陸部隊を送り込み、台湾を制圧する、必要性が生じることになる。そのため、台湾側としては、実際に中国軍が上陸作戦を行うとなれば、強襲揚陸艦等の中国軍艦艇の接近阻止は最大の目標となり、これを担い得る兵器は攻撃型潜水艦しかないと、その配備、調達を希求してきた。台湾は、第二次世界大戦時建造のアメリカ海軍払い下げの2隻の潜水艦と、1980年代にオランダから調達した2隻の潜水艦の合計4隻の老朽艦しか保有しておらず、アメリカを通じて
通常動力型潜水艦の調達を試み続けていた。しかし、自国では原子力推進型の潜水艦しかも、はや建造を行っていないアメリカには、通常動力型潜水艦を台湾に斡旋するつてがなく、この問題は、長年にわたって、何ら進捗が見られなず、その間も、中国海軍の増強だけは続いた。意を決した台湾は、ついに、潜水艦の自主建造を行うこととし、昨年2020年11月に、南部の高雄市において、同国最大手の台湾国際造船が、国産潜水艦建造を始動させ、およそ1兆6000億円の建造費を投じて、総数8隻の建造に期している。この時に行われた起工式には、台湾の蔡英文総統も参加しており、この国産潜水艦建造を、中国軍に対する非対称戦の要であることを明言、台湾への侵攻を抑止する要な兵器であると内外に発信することとなった。台湾の潜水艦建造計画では、一番艦の竣工が2024年前後と見られ、そこから最終的な偽装工事、それに続く公試し運航等を経ての収益となることが予想されているが、およそ1年が経過した現在、新たな動きが報じられている。台湾の海軍司令部は、2021年11月16日、高雄市において記念式典を挙行しており、これは、建造中の国産潜水艦において、中心となる耐圧核と、セイル部分の接合が行われたことを記念したもので、今後、この強度を確認する工程に進む見込みだ。これからの各種のテストで、耐圧性能に過不足がないことが確認されれば、この船体に、潜水艦の中核をなす装備品、潜望鏡や通信機器等の搭載が進められるものとみられ、現時点で、2025年前後での軍への引き渡しが有力視されている。台湾海軍は、現時点で、およそ、総数で、90隻弱の艦艇を保有していると言われているが、このうちの半数程度は、小型の沿岸向けのミサイル艇であり、国産の潜水艦が就役すれば、これらとともに、中国海軍艦艇の接近阻止を担う戦力となるだろう。台湾が建造中の国産潜水艦は、無論通常動力型であり、日本の海上自衛隊の、竜型11番艦以後の機関構成と同じく、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池とモーターを搭載する、ディーゼルエレクトリック方式が予定されている。くしくも、蔡英文総統が、起工式の際に述べたように、艦種や艦艇数で圧倒的に上回る中国海軍に対し、非対称戦で対抗するべく決定された仕様と言えそうで、ディーゼルエレクトリック方式の静粛性の高さへの期待は大きい。無論、原子力推進の潜水艦建造に要する費用の高額さや、技術的な難易度を勘案しての、現実的な選択だと考えられるが、これまで、潜水艦の建造経験のない台湾にとっては、たとえ、通常動力型とはいえ、決して平坦な道のりではないだろう。台湾は F-16V 戦闘機などと並行して、すでにアメリカから大型の誘導式魚雷である MK-48 の調達を承認されており、国産潜水艦の主力兵装は 533mm 魚雷発射艦から運用される、この MK-48 となるであろうことは、まず間違いない。台湾海軍の潜水艦戦術としては、これら MK-48 を搭載した国産潜水艦で、台湾海峡の所定の海域に潜み、接近してくる中国軍艦艇を待ち伏せて攻撃する運用が想定され、この点でも、日本の海上自衛隊の戦術との親和性が高いと思われる。中国は、
台湾が国産の潜水艦の起工式を行った2020年11月下旬には、保有する Y-8 対潜哨戒機による爆雷攻撃の演習を実施しており、中国メディアの環球時報がこれを記事に取り上げて、すでに台湾の国産潜水艦への牽制を始めている。中国の Y-8 対潜哨戒機は、かつての旧ソ連のウクライナにおいて、1960年代に開発された AN-12 輸送機のコピー機と言われ、その基本設計の古さゆえに、攻撃力を含む対潜哨戒能力に、疑問の声も聞かれる機体ではある。しかし、中国軍が、この Y-8 対潜哨戒機での対潜攻撃を大々的にアピールしてきたことを考えれば、台湾の国産潜水艦の保有を警戒していることの大きな証明であるとも取れ、台湾の方向性が間違っていないことの証左とも思える。こうした日本と似た中国との対峙状況にさらされてている台湾に対しても、日本自体は中国との関係悪化を恐れて、なんだ、具体的な支援策を取れないでいるが、個人的には今こそ大気な政治的な決断を行うべき時期ではないかと思えてならない。